大人ってさ、どうやって大人になるんだろうね。経験値なのかなと思ってる。そのラミーの中ではね、どんな経験をしてきたか、そう、責任を負うことをしなきゃいけなかったりとか、自分の下につくものを守らなきゃいけなかったりとか、そういうところでこうちょっとずつ大人になっていくのかなとは思ってるけど、そう、例えばよ、そのいきなり谷郷さんの話するけど、ラミーさ、面接受けた時ってさ、谷郷さんのことめっちゃ調べたの。過去のこととか、やっぱり自分が受けたいところだしと思って、こうなんていうのかな、その時の谷郷さんってすごい少年みたいだったの。そう、あの日記とかもね、めっちゃ読んだよ。なんかブログみたいの書いてて、ブログの最初から読んだもん。もうすんごい昔のやつなんか少年のようだった。夢を追う少年みたいな感じだったんだよ。でもさ、今さ、起業家3位になった時のあの谷郷さんの顔よ。あれは大人になった顔だよね。今までラミーたちがさ、ベストガール屋号みたいに言ってた、あの屋号じゃなかった、谷郷だった。谷郷の顔をしていた。きっとこう守るべきものがたくさんでき、変わったんだなと思ってそういうことじゃないのかな。自分が主軸となって動いてても、そんな下にさ、あんまり社員さんとかがいなかったりとか、自分がやりたいことがあるがために、自分の友達をこう、友達ってか知り合いをこうさ、巻き込んで一緒にさ、こういうことやろうぜみたいな感じで、そういう風にこう始まってってさ、おっしゃー、卓球のゲーム作ろうぜみたいな感じで卓球のゲームとか作ったりとかして、で、だん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 このホロライブ、時の空っていう存在ができて、どん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 ホロライブってものが大きくなるにつれ、きっとこう、守らなきゃいけないものがものすごいたくさんできて、どん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 こう、社員さんも増え、マネちゃんも増え、タレントも増え、そうやってこう、屋号から谷号へ、みたいな。それで、顔つきになったのかな、みたいな。いや、ラミーはね、そう思いますよ。ベストガールの屋号から谷号へ変わった瞬間が、あの顔じゃないかなっていう、起業家3位という顔なんじゃないかなって思うけどね。もともと谷号だよ。それそうなんだけどね。少年期は屋号なの。少年期は屋号。でもやっぱり、そうだと思うよ。こう、上に立つ立場になるにつれさ、だって、ラミーもさ、多分みんな、多分今、ホロックス以外は、ヤゴが泣いてんのさ、見たことあるからさ、やっぱその、上に立つ立場になって、どうしてもやらなければならない重大なこととかさ、これは、本当は嫌だ。自分は嫌だけど、でもどうしても会社としてやっていかなきゃいけないんだっていう時に、こう、決断を迫られた時の、やっぱヤゴは、ヤゴ泣いてた。ヤゴ泣いてたよ。ヤゴ泣いてんの何回か見た。あ、ミコチと一緒に泣いたエピソードね。そうそうそう。ミコ先輩、まあ、これもミコ先輩がね、なんかいろいろあって、もうちょっとダメかもしれないってなった時に、ヤゴーが泣いて説得したんだって。いや、だから、やっぱりそういうことを得て、ちょっとずつこう、ヤゴーは成長して谷号になっていったんだって思うわけ。いや、なんか、いや、いい話やん、ベストガール。ヤゴのそういうところもっと聞きたいな。やべ、ヤゴガチ勢が出てきた。いや、でも本当にラミーはそのこのね、あのカバー株式会社っていう、これから絶対に未来を変えていく会社だから、その変わっていく様を一番近くで見たいっていうのを志望動機でね、面接で言ったんだけど、もうやっぱりね、ラミーが思ってた谷郷さんはやっぱり谷郷さんだった。